橋本春奈のやってみちゃー。富山県出身で AKB48 のハルピョンこと橋本春奈が富山の遊びやアクティビティをカメラを持って体験します。今日はですね、こちらキャンプ場に来ているんですけれども、私は一体何をするんですか？キャンプ飯を、キャンプ飯作ってもらいます。キャンプ飯を作るだけ？めちゃめちゃ今日簡単。え？そんな簡単な企画でいいんですか？簡単かはちょっとやってみてお楽しみということで。訪れたのは富山市にある浜黒崎キャンプ場。キャンプ飯めちゃめちゃ楽しみ。こんにちは、よろしくお願いします。今回は特別にキャンプアウトドア用品店キャンパルショップ富山店の田辺さんに教わります。キャンプ飯を作るんですけども、はい、その前に一つやっていただきたいことがありまして、はい、調理するために一番大事なものって何だと思われますか？気持ち。ちょっと大事なんですけど今回とりあえず火を起こしていただいて、はい、そこから調理を始めていただきます。火を起こす、はい、まず炎を。全然簡単じゃない今日。ということで今回はキャンプ飯をかけて火起こしにチャレンジしてもらいます。火の燃料となる薪を割るところからスタート。これで薪割れるんですよ。もっとなんかでっかい斧とかかと思ってました。斧とかでも割れます。ですよね、はい、これで割れる。そうです、まあ、ちょっとこうかなって感じで一回ぜひぜひやってみていただきたいですね。ナイフは利き手じゃない側の手で持っていただいて、はい、左手で持って、でナイフをこの薪で叩きます。手首でこう振る感じ。そうです、そうです。おお、そうなんです。でもっともう力任せにガンガンやっちゃってください。なんかいい音。お、薪は難易度が高すぎたので細い薪で再チャレンジ。おい、これで薪が割れるんです。できた、はい、第一段階クリア。おめでとうございます。割った薪を燃えやすくするためのこんな工夫が。割っていただいた薪なんですけど、はい、それをナイフで削って細かくすることでより火をつけやすくすることができるんです。葉の根元からスーッと削った木が飛んでいかないように最後のところで止める。あ、止まった。え、すごい。本当に初めてですか？え、初めてです。木は削ったことないです。すごいですね、めっちゃ上手ですよ。やった、できました。全然違う。田辺さんには及ばないものの、ハルピョンも上出来です。さあ、いよいよ火起こしもラストスパート。今回はキャンプ好きには欠かせないファイヤースターターという道具を使って火起こし上級テクニックを教わります。このナイフ実は背の部分に角があるんですよ、はい、その部分を使ってこのファイヤースターターをシュッとこすると、そのままバシュッと力いっぱいやってもらっていいですよ。お、出ましたね。これをうまくやると一瞬で火がつきます。ファイヤースターターは特殊な素材でできていて、高速で削ると火花を作ることができるんです。簡単そうに見えて実は難しいのがこの作業。何十回トライするもなかなか薪に火がつきません。実はそのファイヤースターター秘密兵器が入ってまして、はい、ちょっとお借りしてもよろしいですか、はい、これ実はここのグリップの中に着火面っていう綿が入ってるんですよ。ねえ言ってください。すいません。着火面は簡単に火がつくため持っておくと便利。もちろんコツをつかめば着火面がなくても火をつけることができます。力いっぱいやっちゃってください。お、つきました。ついた。
で、あとはここに先ほど削った薪たちをこういう風に乗せてっていただくと、すごい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 、いい感じに。わあ、おめでとうございます。できました。はい、バッチリです。やった。見事火起こしに成功したハルピョン、ご褒美のキャンプ飯の時間です。こちらにスタッフさんが用意してくれた美味しいお肉がありますので。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。失礼します。うわー、美味しそう。うわー、おー、いいっすね。最高。できました。いただきます。いい顔。もうこれから毎日火起こそうかなって思うぐらいめちゃめちゃ美味しい。火に感謝。本当に自然の中で食事を楽しめるのもキャンプの魅力。肉の美味しさも倍増です。私あとどれぐらいで上流キャンパーになれそうですか。火起こしできればもうそれだけで上流なんで、もうすぐにでも。じゃあもうあとは経験だけ。そうですね。あと楽しむ心と。楽しむ心と経験と、はい、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。